動画をご覧いただきありがとうございます。中島元気です。今回はセット本をリサーチするのに使えるサイトを紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、中島元気です。今日はですね、会社から帰ってきて、メルカリに商品を出品しました。でですね、すぐに売れるだろうって思ってたんですけど、売れなくてですね、もしまあメルカリがダメだったら、ヤフオクで行こうと思ってるんですけれども、売れるのを祈ってます。さ、ではですね、今回は、瀬戸ブックというですね、このサイトを紹介したいと思います。このサイトはですね、セット本のリサーチができるサイトになります。無料で使えるので、登録して使ってください。でですね、登録した後に、ログインをしますと、このような画面になります。で、検索オプションから、リサーチしていきます。順番にタイトル検索、次最低価格、あと何位以内、雑誌名、出版社、あとランク順。ランク順はですね、中古の安い順、中古の高い順などに、などを選択できます。それから、この仕入れオフっていうのはですね、仕入れオンにできます。これは、仕入れをオンにすると、108円で仕入れた時の、値段が表示されます。はい。で、検索ボタンをクリックして検索するんですけれども、ですね、商品名、この商品名ですね、商品名を、クリックすると、はい、このように Amazon のページに飛びます。それから、A 信ですね。A 信をクリックすると、モノレートに飛びます。はい。そうですね。こんな感じで、リサーチをしていきます。参考にしてみてください。今回の動画は以上となります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。失礼します。